はい、皆様、バチャミヤチユキです。それでは今日もね、ポケモン実況プレイ始めていきたいと思います。お。何？なんかいろいろありますね。アシストってそういうの持ってるみたいです。無事ね、前回はすごい長かったですけれども、ポケモンリーグなんとか滅びの歌でね攻略しました。ということで今日はね第2章スタートです。今日からね、おお、お家から脱出、久々やな。すごい美人なママですよね。どうもどうも。おお、荒木さん。大丈夫か。お、ありがとうございます。はい、来ます。シンプルが一番いいよね。シンプルイズベスト。早いな。おー、ありがとうございます。いっぱい使ったからね。ありがとう。おー、サンタさん。かわいいね、ゆうきさんってちゃんと呼んで進化しちゃってる。おー、いたね、そういえばね、ゾロワークね。あ、ありがとう。いい友人だ。熱いね。じゃあチャンピオンローズ行けってことか。お、メダルの人だ。おお、すごいすごい。はい、それではね、今日もパーティーをまず紹介していきましょう。はい、おお、やったわ。はい、お留守番ですね。マリリン、マリン、レベル48、神秘の雫。ひとかけでこちら、レベル44、持ち物なし。ライチュウ、マユ、レベル45、持ち物磁石ということで。パーティーですね。チリタリス、エース、レベル66、お守り小判。バイバニラ、チリ、レベル48、幸せ卵。ドリューズ、モネラ、レベル52、メタルコート。
エモンがマーチョンレベル47各種装置、ジャローダヘビリンレベル52大きな根っこ、シャンデラリポポレベル61、食べ残しとなっております。さあ行くか。80万ってすごいな。あ、あとスプレーはいくつあるんだ。36個ね、大丈夫だ。じゃあ使いますかね。よし、どっから行くんだっけ。あ、いたいた。ごめんなさい。おお。前はここにいなかったですよね、なんか。おお。で、ここは通れなかったんですよ、入り口にいたから。早いな動きは。ん？あれ？これはあれじゃん、あのエデンの城だ。覚えてません、この階段。おお。はいはい。いきなり来た。なんだこれ。うん。どういうことだ君。はい。行きますか。お。オーバーヒート。
お、こっち行けないから。2年前のことだ。はい。はい。え、戦うってことか、やっぱり。燃えるわ。泣き声受ける。そうですか。いきなり来たな。レベル70かよ。いや、やばいだろこれ。これはもうやる技もあれしかないじゃん。行こう。これで一発耐えられるか。やばい、一発耐えられない。ちょっと待強いんだけど。いやー、効かないもんな、あれもな。一旦持ってくれないかな。強すぎなんだけど。やばい、みんなもあと炎でやられちゃう奴らばっかだ。とりあえずですね、もう相手が1体なんですよ。だからもう考えた。技を使わせましょう。ひたすら。ごめんな、こんな使い方しちゃった。これ3回目でしょ？クロスフレームだけでも使えなくなればでかいんだよな。あと封印でしょ？持ってるのは。
竜の波動で来た今度。いいよ。ああ、人気力。はいはい。技は4つ分かったな、とりあえずは。いいのあと3回目か。4回目クロスベイン。もう次はラストだよクロスベイン。いいなと思う。4回目ぐらいか。よし5回目来た。でもクロスフレームは使えなくなった。あとは竜の波動さえ使えなくさせれば、チルタリス、エースでも耐えられるぞ。さあ、竜の波動来い。いいね。成功じゃもう絶対勝てない。ちょっとせこいですけど。やっぱ使ってこない。クロスフレームはもうないぞ。次竜の波動使ってほしいな。多分神通力は20回ぐらい使えると思うんですよ。よっしゃあ。今度はじゃあ神通力と交互に使っていくのかな。元気の方までも4つありますので、竜の波動来い。
8回ぐらいはこれで使ったかな。湯の旗来い、ジンズリッカ。お、耐えた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 。あんまり効かないな。いいね。エースを回復させます。あーもう竜の波動もないな多分。銀ツールで攻めてくるでしょ。でチルタリスも、多分間違いなく銀ツールやったらあのモネラ、あ、そっか、あっちは今一つだからな。こっちはどれぐらい効くかですよね。あ、そっか、竜の波動が出せない。じゃあもうこれしかない。マジか、ひるんで。マジかよ。やばい。この PB なくなったら、なんだっけ、あの、あれが今度やばいですよね。あんまりタンカス今度かけすぎるとやばいぞ。すいません、またちょっとせこいあれでやりますけれども、じゃあこちらも回復させてあげよう。すいません、またちょっとこんなせこいやり方で。終わりだ、レシラム。OK。おお、すごいすごい。めっちゃ重めや。さあ、ありがとう。なんとか勝ちました。うん。強かったよ。うん。いえいえ。あれ？絞って。うん、ありがとう。いいね。
した。ありがとうか。こちらこそありがとう。ボロボロになってるから。ゾロワークはもういないんだ。ユーラ線の塔ってどこだっけ。そっか、この前行けなかったんだよな。じゃあまずソウルシティに行って、そこからちょっと行きますかね。イエーイ、お疲れ様。はい、それでは、また次回の実況プレイですね。お楽しみにしててください。はい、宮地ゆきでした。ありがとうございます。